それでは先ほど行われましたタイムトライアルのベストタイムを持って組まれていくこのマイクロマックス予選ヒート1スターティンググリッドをご紹介をしてまいりましょう。見事開幕戦このヒート1トップタイムポールポジションからスタートを迎えます。ゼッケンナンバー88番エドマリンレーシング坂野愛玄、タイムトライアル1分311でのトップタイム。この予選ヒート1はポールポジションからのスタートです。そしてその横2番手からのスタートがゼッケンナンバー37番です。チームレゴリス前田壮介、ポール大元からは100分の2秒差というタイムギャップでフロントローアウト側からのスタート。そして3番手スタートがゼッケン17番、エイワレーシングサービスウィズサクセス楠本新馬、ミニマックスとのダブルエントリーの新馬がマイクロマックスではまずは3番手からのスタート。そして4番手スタートにはゼッケン23番、 HRS ジャパン柴崎美琴、5番手がゼッケン81番です、トリプル A モータースポーツ深町武雄、6番手スタートゼッケン14番がシグマレーシングの新橋武、7番手にはゼッケン99番ですワイズファクトリーレーシング有尾美佐野、そして8番手にゼッケン26番がトリプル A モータースポーツの山中ロイ、9番手にゼッケン39番グローバル3級和田智也、10番手ゼッケン33番の中村修馬、そして最後尾からゼッケン48番の柴崎一斗と11台が今グリーンフラッグとともにダミングリッドからコースに入っていきます。昨年のシリーズチャンピオンの鈴木春風は今シーズンミニマックスへのステップアップ、さらに吉田次元松橋恭介とこのマイクロマックス昨年のシリーズ上位ドライバーはそれぞれミニマックスへとステップアップをしてまいりました。今シーズン残ったのは昨年ランキング5番手の楠本新馬、6番手の坂野大元、7番手柴崎美琴、ランキング8番手の前田壮介といったあたりが今シーズンのマイクロマックスを戦っていきます。さあこの予選ヒート1からはマイクロマックスはレインタイヤからスリックへと履き替えてドライでのレースということになりそうです。コース上はもうほぼ乾いてきています。さあ今これでフロントロー坂野大元前田壮介を先頭にそれぞれ2列隊列を整えてタコツボを立ち上がっていきます。まずはこの予選ヒートは8周、さあバックストレートエンドから徐々にローリングスピードが上がってきてしまっています。イエローラインまではローリングスピードはキープなんですが、まだローリングスピードが速いということでスタートは切られません。レッドシグナルは灯ったままスタートディレイです。まあ、昨年もありましたがバックストレートエンド11までは非常にゆっくりとローリングスピードをコントロールしていきますが、11から加速を始めてしまってホームストレート戻ってくるときにはかなりスピードが高い状態で戻ってきてしまいます。こうなるとなかなかスタートを切ることができません。ホームストレート上のイエローラインまではローリングスピードはキープ。
さあこれでフロントロー両ドライバーに白黒の警告が出されます。しっかりとイエローラインまではこのスピードをキープしなければスタートを切ることができません。さあこのラップこの最終コーナーまではスピードはキープされてきました。この後白線誘導ラインコリドーにインアウト2列収まってさあイエローラインに差し掛かってくる。フロントローポールシッター坂野大元そして前田壮介を先頭にブラックアウトをスタートに切られます。まずは1コーナーホールショットはポール大元そしてその後ろですが後ろは楠本新馬がイン側スタート前に出てきたか大元の後ろ2番手に新馬そして3番手にはゼッケン14番の新馬氏でしょうか。今バックストレートでは前田壮介が3番手に上がっていきます。さあまずはポールからスタートを迎えました坂野大元を先頭にオープニングラップ戻ってきそうです。オープニングラップはアクシデントなく11台今島崎とも帰ってきまして11台全種がコントロールラインを通過。まずはトップ坂野大元後ろ2番手の新馬とはコンマ3秒差。さあそろそろその大元の後ろ2番手集団に前田壮介が上がってきましてここで5台のパックトレインが組まれていきます。頭一つ抜け出ていきました大元。さあオープニングラップからこの2周目で早くもトップ大元が一つ抜け出てきました。さらに2番手集団5台のパックの中ではゼッケン14番新橋武が少し遅れてきたか。さあその2番手集団5コーナーで3番手争いの2台がちょっとヒットしたか。ゼッケン17番の新馬とそして深町でしょうかね。さあその3番手楠本新馬のインサイド美琴が狙っていこうとするバックストレートエンドですがここはまだ飛び込んでいくことができません。少しずつ2番手集団間隔を空けながらトップ大元を追いかけていこうと2番手前田壮介後ろを引き離していけるか。その後ろ3番手争いは楠本新馬と島崎美琴の2台がやり合っていく。さらに新橋そして深町と続いていく上位6台トップ6。その後ろでは山中ロイと有尾美里がやり合っている。あここで5コーナー1台回ってしまったか。イットが5コーナー回ってしまったかイエローが出ている。これで折り返し4周終了5周目と入っていきます。ここまではファーストストラップを守っていた坂野大元ですがこの折り返し4周目ここでゼッケン14番5番手の新橋武がファーストストラップに入ってきた。53秒550これはトップ大元2番手壮介よりコンマ2秒速いペース。そして3番手バトル中の新馬と美琴はバトルをしながら3秒5。
これは後ろ新橋がマークしているファーストストラップに並ぶようなペースでバトルをしています。再び2番手以降トレインが組まれていくか。これで前田壮介の後ろに新馬が、すでにもう新馬が前に立っていますね。新馬と美琴がこれで2番手3番手にもうすでに上がっていく。その2コーナーでは美琴が再び前に出たか。さあこれでトップ大元の後ろ2番手には島崎美琴、3番手新馬、4番手に新橋、その後ろに前田壮介という隊列に変わってきております。6周目残り3周に差し掛かってきました。マイクロマックス予選ヒート1、間隔が空いていた2番手集団4台がここで連結をしてきた。昨シーズンシリーズ後半でリザルトを上げてきました坂野大元が、ここまではすでに独走体制1秒3というリードを築きながらファーストストラップ53秒444に入れて、この予選残り2周です。2番手は美琴、さらに3番手はコーダー入れ替わりまして新橋が3番手に上がってきた。4番手の新馬、5番手宗介、さらに単独6番手の深町、7番手争いは山中ロイと美里がまだやり合っています。さあここがテールトゥーノーズでバトルを続けながらこの後戻ってきてのファイナルラップ、スイカヘルメットをかぶって山中ロイ、さあ後ろから美佐野が迫ってくる。この予選ファイナルラップに入ってきました。ボールからスタートを抜けた坂野大元がラップリーダーを積み重ねて2番手島崎美琴に対してはすでに1秒後のリードを築きながらこの予選ヒート、まもなくトップチェッカー迎えてきそうです。まずは危なげなくこの予選ヒート1ポールトゥーフィニッシュ大元、そして2番手には4番手スタート柴崎美琴がポジションを上げてきました。3番手チェッカーが新橋、こちらも6番手スタートからのポジションアップ。一方ポジションを落としてしまった前田壮介が4番手、5番手の楠本新馬、6番手に深町武雄、7番手争いは結果山中ロイが7番手を守って、8番手には中村、中村修馬が8番手、有尾美里はファイナルラップでポジションを落としてしまっての9番手チェッカーです。10番手が和田智也、そして11番手の島崎一斗と、マイクロマックス予選ヒート1終了です。